はい、カメラ買取市場です。今日はペンタックスですね。ペンタックスの 645N 中盤のカメラになります。中盤のカメラはですね、国内のみならず、海外でも非常に人気のある機種になります。レンズがペンタックスの FA75mm の 2.8 がついてますね。はい、まず外観からですね、ボディの外観からいきます。はい、非常に、使用感の少なく綺麗な状態ではあります。ここ押しながらレンズを外していきます。中も非常に綺麗な感じですね。ファインダーも、若干のほこりはありますけども、おおむね綺麗な状況です。で、このカメラは電池ですね、ここのところを開けてカット、すでにちょっと電池は入れてある状態で、単三電池が6個で、電源を入れていきます。液晶もほぼほぼ問題ないかなと。で、あとはシャッターを押すと。で、バルブ、あとはここに連続シャッターですね。ちょっと見ながらいくと、あとはタイマーですね。ちゃんと作動します。はい、あとはこの後ろの、ここにフィルムマガジンがありますね。これを反時計回りにグッと回して引っ張るとマガジンは取れます。で、落とすと、はい、じゃあレンズですね。よいしょ。レンズは先ほどの、75mm。外観も非常に綺麗です。おおむねクリアですね。非常に通りがよく綺麗な状態です。で、これオートフォーカスなので、実際に装填して
動くかどうかですね。うん、動きますね。切れます。ちょっとあの映りが悪くて申し訳ありません。はい、非常に綺麗なペンタックス 645N になります。